はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのパワープロの日スペシャルガチャを引いていきたいと思います。まあ、ちょっと遅めではありますけれども、デビューキャラとしてね、モネちゃんが登場しておりまして、こちらは総力上限アップを持った彼女キャラになります。あと佐伯さんが復刻しています。で、一応今回はね、PSR 確定の60連まで引いていこうかなと思います。とあと厳選25キャラのみ出現ということなので、他のキャラもですね、出現割合で見ていきましょう。モネちゃん、佐伯さん、永瀬大佳、ゆかちゃん、暁すす、キャストオフのナイトメールさん、ジェントルのしののめくん、ジャスミン小高ちゃん、なごみちゃん、ギャネンドラ、アーサー、闇の大田、先駆け、マホちゃん、サイガ、マグロ、神楽坂くんもいるんだ。神楽坂くんね、 PSR プラ4だからね、ちょっと PSR 欲しいは欲しい。鈴木、赤原、まつりちゃん、あ、虹谷も普通にいるね。福水、どーもくんとレイリーか。まあ結構確かに厳選キャラが揃ってるといえば厳選キャラが揃ってますね。まあそんなところで、10連引く前に、そう、こっちがあるんで先にこっちを引いていきましょう。1日1回無料10連ガチャですね。最大100連ということで、もう何十連目か忘れましたけど、引いていきます。あ、ただ別に SR が確定してるわけじゃないんで特に何にもない。あとは PR がどんなの入ってるかだよね。そもそも PR が入ってないっていう。入ってたセーラー心ちゃんとか持ってないから SR、まあ、そんな感じですと。では、パワープロの日スペシャルガチャの10連目、ここはバナー PR かで、バナー PR だけど特に SR の出現率が2倍とかにはなってないですね。まあ150で引けるからそれで勘弁してちょっていう感じなのかな。ほい、ググコン、うん、ない。あ、モネちゃん PR、 あれまた出た、これは R か。バナーキャラが出るのが30何パーセント超えみたいな、 36% 超えとかだったっけ。俺大田くん欲しいんだよね、本当に。大田くんを入れてちょっとエビルをやってみたいっていうのが一つあるんで。では20連目いきます。ここは SR1 枚確定です。あと佐伯さんもね、どうしてもレベル上げないと、もう今のところ大田くんと佐伯さんの2人を入れるのが不可能なんで。永瀬大河、永瀬大河またお前か。どうせあれが出てくれるんだったら、バナーが出てくれるんだったら、モネちゃんとか佐伯さんだったらよかったのに。では30連目、ここも SR は確定してます。あ、虹、あとはキラーンが来るか来ない。お、また2枚、また2枚だけど結局質なんだよねゆかちゃんとかさ、今使うの、使い道がわからないんだよね。あ、ジェントルね、ジェントルの方は PSR 持ってるんで、これも 30% でも食わせちゃおうか。では40連目、ここはバナー SR ね。はい、てか佐伯さんが普通に欲しいよね。もう全然佐伯さん持ってないんで、 SR が1枚あるくらいなんで、ここは単純に1個。あ、来た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 、よし。まあせめてね、自前で SR のプラゴが佐伯さん作り出せれば、まあ、あと大田くん借りてっていうのができるんですけど、もう1枚くらい佐伯さんが出てくれれば、ちょっと大丈夫博士像突っ込んでプラゴにしちゃおうかな。これでプラ2、プラ1か、プラ1だからね、まだ佐伯さんに関しては。
あれここなんだっけ、 SR が1枚入ってんだっけ、うん、2枚入ってたけどね。ナイトメールさん、ナイトメールさんも実は PSR 持ってて、よしモネちゃんとりあえず確保か。あ、そうかそうかそうか、4点突破もやろうとするとモネちゃんも自前で持ってないとちょっときついよね。 PR 虹谷くん、よしとりあえずモネちゃん確保できたからまあいいでしょう。佐伯さんも1枚出たし、あとはここの PSR、 もう石はギリギリです。ほい、割と2枚ずつ入ってたから確率アップはしてないよねここまで。それで2枚ずつ2枚ずつ入ってんな本当に。ナイトメールさんか、ナイトメールさんもな使わないよね多分。あ、佐伯さんの PR が入ってる、というような、感じかな。モネちゃんとかも多分もうレベル上げらんないよね。一応できれば4点突破とかもねちょっと試してみたいけど、どうだろう、経験点足りるかな。まあそんなところで、パワープロの日スペシャルガチャは、こんな感じでしたというところで、今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。